コウモリってずっとぶら下がってて疲れないの？みんなこんにちは、ハテナくんだよ。コウモリってずっとぶら下がってて疲れないのかな？今日はコウモリさんにお話聞いてみたよ。いや、僕はコウモリ。僕は飛ぶのが得意。まるで鳥みたいだろう。でも僕は鳥じゃないんだ。ところで鳥って二本足で立っているよね。でも僕らコウモリは二本の足で立つことができない。ほら見てくれよ、僕の足はこんなに細い。僕の足は鳥みたいに丈夫じゃないんだ。でもね、僕は二本の足で立つことができなくてもこうしてぶら下がることができる。一日中ぶら下がってたってへっちゃらなんだ。え、ぶら下がってる方が疲れるだろうって？ううん、全然。足の一部をうまく引っ掛けてるだけだから力なんて全然いらないんだよ。まあ君たちが寝そべってるのと同じ感覚さ。時にはぶら下がったまま死んじゃってるコウモリだっているくらいさ。コウモリさん、ありがとう。ぶら下がってる方が楽だなんてびっくりだな。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。